2015年に、うん、普通にリアルに自分の祖母は亡くなったな、なるほど、亡くなったというのは、うんうん、あのそういうのありますよね、どうしても、うん、分野に興味を持ったきっかけで、うん、まあ、あんまり考えたくないじゃないですか、その人が死ぬとか、人が死んだっていう弔うとか、うんうんうん、ただまあ、うん、あのその時にすごくあの、うん、実感したのは、まあ、その2015年に祖母が亡くなったので、もう私の祖父母の代はもうみんな、うんうん、いなくなってしまった、うんうんうん、でまあ、普通にリアルに やっぱり、まあ、いつかは来ると思っていたら、まあ、自分の両親は次回ってくるであろうとか、うんうん、張り切ってることじゃないじゃないですか、うんうんうん、で結構その直後は割とそれに耐えきれなくてですね、要するにその死というものが、まあ、死が、まあ、絶対やってくるというのは、まあ、結構辛い、避けられないものであるというのが辛いと。そう、そうですね、うん、ただその一方で、うん、あのすごく弔いとか、うん、まあ、お葬式とかに出てみて、うん、あ、すごくこれはよくできてるなと、うん、まあ、感動しまして、例えば、うん、あ、なんか、うん、あの、うん、まあ、そんなに私はもともと信心深い人間では なかったので、なんかその仏教葬儀の、まあ、死者を火葬して、うんうん、で骨が出てきて、うんうん、でその骨を親族で拾うと、うんうん、何の意味があるんだと思っていたんですが、ただ なんかその一連の、うんうん、なんかあのことを体験して、うん、なんかすねをこうやると足早くなるとかなんかいろいろありますよね。そうなんですか、それ。ないですか。まあいいや、またちょっと横道行きそうだから。ありますよね。初めて聞きました。骨、火葬の後どの骨を拾ってこう入れるとなんか。どうとかありますよね。喉仏は一番上にしかしない。そうそう、喉仏は一番上に最後こうやる、まあ、とにかくそういうのが様式化されていると、まあ、そうそう、その様式化されたことに意味が全くないと思っていたが、しかし実際体験すると、うん、なんかあの人が死ぬという身近な近親者が死ぬことって、うん、誰しも慣れていることではないのですが、うん、だからあの喪失感みたいなものを一旦、うん、なんでしょうね、その、うん、整理させるのにすごく良い、うん、プロセスだと実感しまして、要するに置き場所のなかった心を収めるためのあるプロセスがそこにあると、なんか、うんうん、そうですね、なんか誰か亡くした人の心を、うんうん、そうですね、なんか収めるための様式みたいなものがあるなと思って、これ結構面白いなと思ったのと、確かにね、うん、当時あのまだ私今あの会社辞めてアーティストとして生きているんですが、うんうん、その時まだ会社員だったんですよ、うんうんうん、で、あのあのちょうどロボットの仕事をやってたんですね。デザイナーだったんですが、うんうん、ロボットのアプリ、人型ロボットのアプリケーション、うん、家庭用ロボットのアプリケーション、まさかナオ君とかその時からやってんの？あ、ナオじゃなくてペッパーの方だったんですけど。あ、もうペッパーなんだ。そう、ペッパーのアプリケーションを作る、うんうん、あのまあ、設計する仕事をしていて、でこれはやっぱりあのそれまで、うんうん、まあ、一般的なもうスマートフォンとか、うんうんうん、あのPC とかとは違って、うん、やっぱり人型の筐体があるっていうのは、うん、結構やっぱ存在感があるというか、いや、すごいですよね。そう、人、うん、やっぱそこに人がいる存在感があるなと思ったので、パソコンの画面とかスマホの画面だとただのにこう四角い世界で、そこになんか映画を映し出すみたいな、うんうん、そうそう、ということはすごい、バーチャルというか、そうですね、フィクションな感じがするけども、手足が生えて、そう、一応存在現存しているように見えるの、うんうん、立体空間として、うんうん、なんかやっぱこれを使って、うん、まあ、多分これからその家庭用ロボットとかどんどん増えていくと思うので、もしかしたら、うん、あの、まあ、そこにその亡くなった人を宿らせて見るって、結構これから一般化していくのでは、その時思ったのが作ったいきさつになりますね。もともと死者の像とかね、世界中にはまああるから、そんなにびっくりする話じゃないんだけど、日本では意外にただの位牌とかになってるし、そうですね、あとあんまりそこにテクノロジーを掛け合わせるっていうのは、いや、その時は罰当たりとか不謹慎みたいな雰囲気はまだあったような気はします。でもデジタルサイネージとか割と葬儀場は早かったですよね。あ、そうですね、最近なんか葬儀業界もその辺のエンディング産業店とかでやってます、そうですね、なるほどなるほど、そこがそのタイミングでなんか結局知って、生命という、こう繰り返される周期的にできた、うまくできたシステムが壊れるというか、なんかものちょっとあんまり例えが良くないけど、物が腐るとか、なんか崩壊することじゃないですか。そうですね、それがなんかうまくこう畳まれるというか、なんかそういうプロセスがあって、でそれを経験した時にたまたまロボットの仕事をしていたので、それが掛け合わせたらどうなるんだろうみたいな、そういう感じですか。そうですね、平たく言うと、平たく言うと、平たく言うと